僕の一票はやっぱ大事だ。やっぱ投票もそう、みんな投票に行こう。あなたの一票は小さいと思うかもしれないけど、それは大きな一歩になります。くる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 クルーメイト。ではみあ、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 どうも、初見さんいらっしゃい。よかったらゆっくりしててね。あ、よかったら家を外してここで話つけててね。お茶どうぞ。え、声使ってないの。もうなんでそれ。なにあれ、なにこれは。あ、せ、うん、大丈夫、生きてる、生きてます、うん、あ、よかった、よかった、生きてますよね、今。うん、大丈夫だ。はい、おー、はい、生きてました、はい、素晴らしい、素晴らしい。うん、社前は聞いたかったんですか。リズミカルに投票が早い。社前脇の人はサボってた。ねえ、なんか俺キッチン脇で走ってたらゲンさんが一番前やったかなって感じ。はい、ボタンを落としたらリアクターになりました。ゲンさんに誕生日プレゼントを入れました。優しい、いいね。みんなで送りましょう、誕生日プレゼント。おめでとう。キッチンサファリパーク、えいへい、レタスヘルシーだね。ハンバーガーにヘルシーさを求めてないんだよな。ハンバーガーはもう不健康なのがいいんだよ。それがいいんだよ。俺たちは不健康になってんだよ。コーラとかな、ハンバーガーとかにはな、求めてねえんだよ、健康さは。はい、ナイスボタン、素晴らしい、ナイスで、うん、ナイス、これナイスっすね。ナイスファイトゥー。早い。いいっすね。タスクもだってあと1人分終わったん、終わりましたからね、これでね。うん、いいっすね、うん、うん、全部僕のです。何の分かりですか。全部僕のです、これタスク。わかるさん、おめでとう。あ、でもセンターさんはなんかタスク、やめてください。僕終わりました、タスク。うん、センターさんが頑張ってね、ハンバーガー作ってるのは見てましたね、チラッと。僕はもう全部終わりました。おめでとう。おめでとう。まあ、ちょっと、お誕生日おめでとう。ハッピーバースデー。マジか。いや、まあ僕次第だったのに。ちょっと。お誕生日でいけたらね、いい思い出になったんじゃないですかね。やっぱり誕生日が来るたびにこれ思い出すんじゃないですか、今日の日のことを。やばい、動揺で。遅い、めっちゃ。いやいや、なんで入れたんですかって。さっきさんが言うから。人のせいですか。入れちゃいましたけど。いや、一応センターさんのせいですよ、これは。一応洗いましょう、票を。スキップ入れた4票を洗うべきだと思って、少ないんで、はい、私と、プラス3に。僕、スキップ入れました。スターさんとゲンさんと。キャクロスもスキップですね、確か。トータスもスキップです。あれ、はい、多くないですか。おいおい。あら、人あ、ちなみに、ちなみに夏目先生に入れたのは私です。おい。なんで。いやいや、白いのかな、これ。いや、さっきのボタンに対する感謝の気持ちで入れたみたいな。あー、なるほどね。うん。うん、いやあ、じゃあ夏目入れたわ。そうやっと、さっき即答やした。あれ、カスターさん、ゲンさん、ピカさんとプンさんか、本人か。はい、トータスです、トータス。あれ、トータスも。だから、1はみ出てるので。
じゃあこの中にいる。もしかしたら私が間違えたかもしれないかな。わかんない。ちょっと私スキップに入れたような記憶があって、トゥンさんには入れてないんだけど。いやー。じゃあ、トゥンさん側の方はありますか、逆に。あ、そうね。あ、僕入れました。はい、はい、自分。入れた。自分入れた。1,2,3,4 あと1票がインポスターじゃないですか。スキップ側に入れた1人。ピカさん間違ってんじゃん。ピカさんが間違ってるかインポスターか。私は間違ってたかな。いや、あのね、今さらね、でもね、スキップに入れたはずだから。いいぞいいぞ、くじみや、いいぞいいぞ、くじみや。あの、スキップさんの位置って私の下だったじゃないですか、位置的に確か。名前、ね、まあスキップの上でしたね。だからそれを押し間違えた可能性はワンチャン私以外でもあると思う。あ、右下だったと思うじゃなかったですか。いや、右下ね、センターさんだった気がする。多分右下センターさん、スキップ上です。そうだ、スキップ上だから誰かがスキップに入れたつもりなんだけど、実はトゥンさんに入れてたってパターンはあると思うから、正直なんかまあ入れてたかどうかっていうのはね、投票でしょ、トゥンさんの投票で。正解で泣いてるぞワンチャンあるな。ヘキヘキとしています。じゃあ、トゥンさんのせいってことで、ちょっと、うん、ここは。そうだよ、自投票だよ。うん。私はヘキヘキとしています。ヘキヘキです。もう、ゲンさんの機嫌損ねちゃった、もうみんな。これ殺されるな。大体こういうノリの時、最近全く入れなかったのに、なんで僕が入れた時に限って、本当に追放されちゃうんだ。僕の一票はやっぱ大事だ。やっぱ投票もそう。みんな投票に行こう。あなたの一票は小さいと思うかもしれないけど、それは大きな一歩になります。ガガーリンも言いました。ガガーリンだっけ？誰がいたんだっけ？私にとっては小さな一歩かもしれないが、人類にとっては大きな一歩となるだろうと言いました。あなたの一票は、あなたにとっては小さな一票かもしれませんが、人類にとっては大きな一票になるんです。なのでぜひトゥンさんに投票しましょう。21226。いや、直近見たよ、ナスメ先生。ピカクロスさん。まあ、じゃあ、ピカクロスに入れてゲーム終わらせよっか。神殿住まいでピカクロスさんが思いっきり切って上上がっていくの、うん、そうだよね、白、黄色、ピンク、紫の順ですれ違ったから、そうだよね、そうなるよ、うん、だからピカクロスつって終わらせようよ嘘でしょ嘘でしょ。終わらせる昼だったからもしやと思いました。ゲンさんヘキヘキしたってたじゃん、はい、一番こっちがヘキヘキしました。残念って言ってしてるやん今だと思ったんだよな。だと思ったんだよね。ファインプレイですね、センター。いやー、これはね、ナイス推理ですね、これは。誕生日考察。今日私、あの枠名、不憫枠って書いたんですよ。まさか最後からもう回収されると思わなかったっすね。いや、これはそのタイトルつけたピカさんが悪いということで。いや、でも僕よりピカさんの方が絶望してんねやろうなと思って、笑ってました。なんでと思いながらいなくなりましたからね。まあ僕は初日からトゥンさんに入れてましたけどね、一人で。うん、爪も入れてましたけど。いやいや、明らかに票の洗い方、トゥンさん白軸だったじゃないですか。何をおっしゃいますか、まあ、唯一夏目だけが、まあ、自投票を追ってたってことで、まあね、そうね。まあでも自信を実際にあの釣られないと思って自投票入れて。名推理投票は事実なのか。絶対大丈夫やろうなと思ってたから。めっちゃ後悔しました。一票差で。これはダメです。絶対大丈夫。ワンさん、
すげえ。じゃあ、自投票考察も合ってたし。誕生日インポスター考察も合ってたし。27歳初めてのインポスターめっちゃ意気込んだのに。あ、ごめん、あんま言いたくないですけど、意気込んでんだったら辞表って意気込む方向性。確かに。そりゃそうだわ、正論だわ。空回りしちゃった、意気込みが。いやー、こんなことあんだな。面白すぎた。なんであんな入るんだ。マジどうゲーム畳もうか迷いましたから。最初のターンに先端さんが誕生日だから投票してあげましょう。無理だなと思いながら、じゃあ入れちゃおうって思って。アドミンマップ見ててもみんな2、3、4、2、3、2、3とかで固まってるしさ、ばらけてねえの。相方一切れもせずになって再速で通用されてるからもう。弁当でもなんでもないんですよ。単に誕生日だけなんですよ。バースデー。9キルしないと勝たないでしょ、だってピアクロさん。うん、2キルとか勝てないと思う。違う、7キルか。7。いや、無理無理。頑張りたかったけど、無理だった。諦めてる。